マリンフォード新元帥杯率いる海軍本部、それは長く正義の拠点ではあったが、2年前に起きた海軍本部と白ひげ海賊団による頂上戦争で海軍は勝利したものの、世界政府はさらに激化する海賊時代に備え、それがニューマリンフォード。2年前に起こった頂上戦争、白ひげ海賊団2番隊隊長ポートガス D エースの公開処刑発する。フジトラがマリージョアに現れたじゃと？どの面下げて帰ってきたんじゃ。ドレスローザでこのわしが言うたこと忘れたとは言わせんぞ。はい、それは皆存じておりますが。じゃあなぜ追い返さなんだ。麦わらと牢の首取ってくるまでは軍の敷居はまたがせんと言うたはず。おー、怖い。完璧なる理論武装で何も言えず。ここには軍の敷居はござんせんので。どこぞのトンチ坊主か。大変だろう元帥。あ、おや、戦国さん。黙っと金彩や、範囲巨人が。プフ。マリージョアには誰が行っとる。大将緑牛さんが。早々に連絡を取れ。フジトラの面見たら追い返せじゃ。承知しました。あのガキ、2年前のあの日終わるはずじゃった。何が大海賊時代じゃ。2年前はまだ小さかった渦だ。そして今大海賊時代の渦が広がり続けている。